ました。パシフィックキングです。セイセイセイ、いや決まっちゃった。2回目のコラボっていうことです。そうです。このコラボっていうのは大事になってくるんですよ、はい、本当に。で今回ちょっとね、ひろみさんの息子、え、芸能人のひろみさんの息子です。マジで松本伊代さんの息子でもあります。まあ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 、はい。まあ今回なんですけど、うちの王くんにドッキリを仕掛けていきたい。はい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 。で、まあこの王くんが司会進行を務めるこの動画の中で、うん、愉快な仲間たちチャンネルの方たちが、はい、ちょっと邪魔をしていきます。そうですね、まあ、ちょっと舌打ちをしたり揚げ足取ったり、まあ、ちょっと世間話したりと、うん、その企画の説明中に君たちにはいろいろなことやってもらいたいと思います、はい。どうも、はじめましてパシフィックキングです。せいせいせい。最初にね、偽ドッキリのオープニングを流した後にこれっていうことはもう大体みんなわかるよね。はい、わかります。はい、誰がいませんか。そうなんだ。はい、そちらのリーダーがいないです。はい、じゃあ今回の逆ドッキリなんですけども、初対面の人が急にブチギレたらどういう反応するのかっていうのを見ていきたいと思います。よし。みちろうはさ、はい、中学校から友達なわけ。そうだね。でしょ、はい、でも俺らはわかんないじゃん、どんな人なのかっていうのを教えてほしくて。お調子者だよね。お調子者かなり。お調子者だよ。はいはいはい、すぐ調子乗るし、本当に生きるし。生きちゃうタイプ。そうそうそう、生きちゃう生きちゃう。はいはいはい。まあ今ちょっと あいつ買い出し行かせてるんで分かんないと思うんですけど、うん、あいつかなり生きてます。そんな感じなんで、うん、ちょっと懲らしめたいなって僕思ったんです。そうですね、はい、やっぱ一発ガツンとね、そうガツンと止めたいんですよ、うん、でもまあガツンと行きたいとか言ってるけど俺ら初対面だからね。で初対面の相手にガツンと行けって言われてる。そうだね。結構無茶ぶりだけど、うん、行けるっしょ。行けるね、うん、だってもうどん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 言ってくれって言って伝えてるから、そこにはもうどんどんしゃもう行っちゃってくれって言ってあるから、うん、だから彼らに対して怒ることはない。うん、多分今回の動画はガヤがひどい動画になる。すごいね。いやもう名演にかますよ。はい、じゃあ企画の方やっていきましょう。パシキンパシキン。どうも、はじめましてパシフィックキングです。せいせいせい。ということで始まったんですけれども、はい、始まりました。やっぱもうこの画角もうまずおかしいじゃん。おかしい、うん、もうこっちもこっち側が空いてるってことはもうこれコラボなのよ。コラボです。これコラボなのよ。第2回そういうことですよ。ということで紹介していきますわ。はい、いきましょう。今回コラボしていただく YouTuber パシキンと愉快な仲間たちです。お願いします。まあじゃあ早速紹介させていただきます。はい、まあ、ここ僕のちょっと知り合いからのつてなんで、はい、僕から紹介します。まあ一番端から言うと、はい、光くん、はい、とか一番ね、こっち側の人はファンです。おかしいな、ファンじゃないし。もう俺ら王って名前で、ああそうだ、実名で忘れてた。一番真ん中にいるのがトシです。じゃあ挨拶とかしてもらえば。そうだね、これ見てんもん。君たちじゃあ、じゃあここで本気でやっていきます。よし、どうも、次元光です。よし、どうも、すいません、やってきました、修学旅行。はい、これよし、行こう。まあ、今回ちょっとね、やっていく企画を多く説明をお願いします。前方、時報、大将戦。いたってシンプルですよ。前方って何ですか。中堅じゃないですか。あ、おっと、あ、また間違えちゃった、言葉。ジュンチュー、ジュンチュー、ジュンチュー、ジュンチューだよ。まあ、先方中堅大将というわけです。あ、滑舌だよ。まあ、そんなにいいよ。ガヤがいるんだよ。まあね、そんな感じでね、はい、まあね、本当にね、今日はね、叩いてかぶってじゃんけんポンのやってます、やってます。本当にね、まあ、こちらの対決をね、見ていただけたらね、不幸中の幸い、極まりないぞというか。なんすね、じゃあやばい、やばい、なんすね、じゃあやばい、やばい、やばい、ダメだよ、それは。守る方ね、黄色の帽子でカバーしてもらう形で、ね、守れてないよ。これ守れてないのよ。時間不足で、これしか言わない。かぶって、かぶって、かぶって。まあね、こちらね、守んないよ。すげえじゃん。守んない。それでは、叩いてかぶってじゃんけんぽん対決、やっていきまーしょ。パシキン、パシキン。はい、ということでね、もう男の対決ですから、なしですよ、そういうなんか叩かれるのが強かったとか後々言われるのなしですからね。なるほど、ガチで言ってくださいよ。ということで、うちの男と言ったらこの人しかいないということで、はい、じゃね、ああ先手必勝だから、こういうの先手必勝ですよ。もう今日ストレート勝ちですよ。パンパンパン、これのせいでストレート勝ち。
今のパンパンパンも AV で出てきそうなものだよね。最近流行ってるの AV で出てきそうなものっていうのがAV に出てこなさそうな先方道の君へ行こう。お願いします。一大AV大移動してる。じゃあうちも行きますよ。はいはいはい、はい、うちですね、やっぱうちも戦闘中いますから。いますか。切り込み隊長いますから。いるっす。この方に移動先でください。どうぞ。お願いします。どうぞ。どうぞ。お願いします。はい、で、さあ、どれだと魂を見せた。魂を。じゃあ行きましょうか。これガチですからね。しゃよっ。意気込み聞いちゃう。意気込み聞いちゃう。うん。まあ、じゃあ糸貝くんの方からね。いや、なんかちょっと強そうなイメージあるんですけど、うん、これはまあ結構得意なんで、はいはいはい、実証したいと思ってます。得意だってね。対する道路は、ね、じゃあ行きましょうか。おいよし。本気ですからね。行きます。叩いてかぶってじゃんけんポン。おーい。叩いてかぶってじゃんけんポン。ふいっ。おーおーおー。叩いてかぶってじゃんけんぽん。うわぁ。頑張れよ。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。はい。おーどうだ。いや、ちょっとカメラ確認入るな、これ。これカメラ確認入る。一体じゃカメラ確認どうぞ。今のはどっちですかね。じゃない。よかった。すげえ。まあ、お世話の形ですからね。ありがとうございました。おーでした。ありがとうございました。じゃあ、次の方に行ってもらいます。そう、パシキン、パシキン。はい、ということで、今回中堅戦になります。もうここで決めます。だから先に2回勝った方が実質勝ちなところあるから。そういうところですね。もうね、おー、来いよ。挑戦状叩きつけます。うちの中堅はマーロンです。ヒロシです。ヒロシです。ピコピコハンマーで人できるよ。大丈夫。大丈夫。じゃあうちも呼び込みますよ。はい、よし、行こう。うちこれね、でかいもの持ってんのよ。そうなのよ。後で見せましょう。そこはこっちで後で見せますから。あ、後で見せますから。とりあえず呼びますよ。はい。しっかり来い。来い来い来い。よっ。よっ。お願いします。でも俊敏性は俊敏性ある。あれそうだよね。普通に。俺一発にかけたんだよ。いやー、この時からのこの一発が。こっちだと。こっちだったらこっちも一発にかける。あ、そうです。こっちもかけてる。まあじゃあ、ヒカル君から意気込みの方。意気込みですか。はい。強そうなんですけど、速さでガッツリいっちゃいたい。おーい。じゃあ、挑戦状です。続いて、ヒロシ君の意気込み、どうですか。あいつの脊髄を折ります。ピコピコハンマー。怖いなぁ。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。でもですね、ちょっとリプレイ見てもらおう。じゃあちょっとリプレイどうぞ。今言ったよね自分が。勝ったもちょっとね血の気が勝りすぎたね。今回中堅戦負けたな。光くんの勝利となりました。ナイス。よかったわ。はい、じゃあ続いて大将戦したいと思いまーす。パシキン、パシキン。はい、じゃあ続きまして大将戦です。ごめんね。ごめん。いや、まだしょうがない。1対1だから。勝ちには言ってたんだけどね。気持ちだけだ。気持ち勝ってて。気持ちが勝ってかなり前のめりになって勝ってた。うん。でも結果は負けたわ。まあしょうがない、しょうがない、しょうがない。1対1だからね。そうだね、ここですよ。ここが見どころですよ、一番の。はい、じゃあ王くん、お願いします。お願いします。サクッと勝っちゃうかな。まあ軽く紹介すると何もないんだよね、紹介すること。そうなんです。続いていいですか。はい。もうね、多分ね、説明する必要もないと思います。うちが大将。はい、どうぞ。よし、行きます。歯折っちゃい。自分で言うのもあれなんだけどさ、今歯折っちゃいって言ったじゃん、脊髄の話からさ、歯だったらさ、あんまインパクトない。怖いんだよ。よし、まあ対象戦の方お願いします。勝ち終わり、勝ち終わり。ちっちゃい。俺はチョキ出そうかな。おー、なげえ。あー、もう来た来た、もうだるいの来た。ちなみに何出すとかってある。俺なげえな。俺パーパーパー出す。パーね。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。おお。お前パー出す。ちょっと違うな。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。おい。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。
お前の持ち方がさ、ダークアサシン。さっきキングダム見てたからさ。神じゃった。聞いてねえよ。聞いてねえよ。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。おお。めっちゃ反則じゃん。それならもう一回じゃんね。もう一回？普通に。もう一回？今なのね。やばいな。もうできないからね。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。どうしようかこれ。対照戦だから、うん、もう任せ勝ちたい勝ちたい全然本当にで勝ち、うん、勝ちたいけど負けてるからね何も言えないよね。まあまあまあ負けてるお願いしたら、うん、もう一回お願いする。そうですね。ラスト。本当申し訳ないですよ。つけてもらえます。すいません本当にごめんなさいね。マジ？ああやらせるとしたないよ。しょうがない今回まあじゃあ右にしてあげてよ。兄貴忙しいんだぞ。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。これは勝ったでしょ。これはもう、これはもう、はい、もう圧倒的よ。え、なんでこれはもう良くないですか。これは圧倒的よ。いや、参りました、もう。いや、なんか取ってる、取られ側が良くない、お前の。もうねえよ。なんか、全然若干不適されるよ。そうだ、それが出てるのよ。それが動画出てちゃう。普通に考えると申し訳ないわ。やり方が良くはない、うん、マジで。よし、うん、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。よっ、これは、これはさすがに同じやん、もう何回やってる。もういいよ、これでもいいんじゃないですか、もう、まあ、全然いいですか、もう、はい、もう終わりで、うん、どうすんの、まあ、本当にマジでないぞ、この時間も。いや、なんかね、不満ではないけど、普通に、うん、不満なんかな、うん、本当、あの二人がムカつくんよ、はいはいはい、普通に、うっせえし、うん、それはまあでもそれは関係ないからね、うん、だからなあんまり言いたくなかったんで、うん、でも精神それはまあしょうがないじゃん。こっちのスタイルと向こうのスタイルがあるんだから。違う、さっきも言ったやん、うんうん、じゃあタバコ吸ってくるわ。普通にうん一回止める的な。いや、いいかしら。だから林翔くんやらせて林翔くんあれすればいいんだ。大丈夫お前ら、いいよ、2000回さすがにお前、やりすぎやった。どっちよ、わかんない。大丈夫だと思う。そうですよ、なんか、すいません。ガチだと思うんですか。まあ、しょうがない、しょうがない。まあ、ちょっとここはどうしようかな。本当にちょっと、言い過ぎ、口癖ですよね。ちょっと怒ってたっすね。普通に口癖やりましたっすか。でも大丈夫っしょ、大丈夫。こういうやつでしょ。うん、こういうやつね。あ、そうですね、全然大丈夫、全然大丈夫。どういったの。じゃあ、タバコ吸いに、うん、なんか変な感じになってる。大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。なんか、怒ってんのあれ。大丈夫、怒ってないでしょ。うん、とりあえずエンディング取れる流れだけ作ってなかったね。無理ちゃう。うん、どうやねん、こっち。どうやねん、こっち。こっち、こっち。つか、まずお前だったらうるせえよ、さっきから。もうやめとけ。まあ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 。いや、お前もだよ。こんな使えねえの、連れてくんねん、普通に。やめろ、お前、ほんと、そうだよ。ダメだよ。やってくれてんだろ。いや、意味わかんねえんだろ、あいつ。お前もしっかりしろよ、普通によ。ムカつくの。いや、お前もさ、何なの、さっきから。普通に。何にやけてんの。いや、先生、ほんとに。ダメよ、でもお前、それは。絶対ダメよ。いや、来てもらう。ダメとかじゃねえだろ、普通に。だからお前の落とし方が悪かったよ、それは、ほんとに。な、そんな言う必要ある。まだそれはだから言ったよ、もうこのスタイルだから。いや、おめえらだぞ、さっきから、うん、おめえも使えねえの持ってきてよ。いや、だから、なんすか、なんでお前そんな気。いや、でもこれ普通にドッキリだから怒ってるだけなんだよ。だけどドッキリ大成功。
画なんですけども、はい、今回王くんに初対面で失礼な態度を取ったらどんな反応するのかっていうね、検証みたいなドッキリをしてたんですよ。彼にはそう伝えてあります、はい、けどこれ逆ドッキリです。やだ、ぶち切れてる王くんにこいつはどんな反応するのかっていう、何でしたマジで怖いじゃん、俺なんだよ、お前らよく耐えたね、でもよく、なんかすっげえ言われて、俺だったらもうそこで言ってるけどなって思ったけど、なんか、本当はピコピコハンマーみたいに言いたかったんですけど、あの、優しい思った以上に強くないよ、これだから切れたんだ、飛ばすだけにもいかないし、なんかメガネ飛んで、てめえのそう、俺言ってましたんですけど、掴んで欲しかったぐらいだから、こっちはさ、そういうことなんです。それでもう急遽も不祥の2人超美味しいじゃんめっちゃ言ってきてくれるじゃんめちゃめちゃ言ってたね、俺想像以上に言ってくれて面白かった。よかったよかった、それならよかった、まあ、なんかこれもこの企画だともうね、おじゃんいや、一言言わせて、俺こいつに胸をされたんで結構強かったんで、まあ、それは忘れてないから、そういうスタイルだからこいつも、そういうスタイル、マイブームだね。まあ、その反面ね、としきくんの優しさ出ましたね。そうなんだ、もっとパチンってくれたら、その最初の聞いてた企画のその王をなんかやれ、うん、そういうのもなんかね、ちょっとチキったの、うん、優しいから、うん、優しいの出ちゃった、いや、ビビリなんだけどあるよ、そう、うん、そう、まあね、今回こういう風にできたからね、うん、すごい楽しかったね。お前いつから知ってる？俺が来てます、一昨日くらいに俺が LINE してた、うん、だから、はい、ってたインスタとか LINE とか交換あ、そう俺が LINE 交換したのはそういう理由2人と連絡取れた、別に LINE いらんくないと思ったんだ全部繋がってる、そういうことなんですよ、そういうことなんですよ、大成功ですよ、すごい大成功です。いや、本当楽しかった、ありがとうございます、いやはい、ということでね、はい、まあ、こういうことなんですけれども、はい、まあ、チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いします。概要欄にとしきくんと以外の仲間たちのチャンネルのリンク貼っとくんで見てください。はい、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バーイ。